はい、こんにちは、116インズです。当チャンネルでは開幕前に全6地区の順位予想を行ったんですけれども、先日の動画でエールの答え合わせはすでにありまして、今回はNLの答え合わせとなります。まだエールの答え合わせの動画を見ていないという方は、ぜひですね、この動画を見終わった後にエールの答え合わせの動画、まあ、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは早速NLの答え合わせをやっていきたいなと思います。はい、まずは東地区から見ていきたいなと思います。私の予想はこちらの通りとなっていまして、地区優勝がブレイブス、それから2位以降がメッツ、ナショナルズ、フィリーズ、マーリンズの順で予想しました。ブレイブスは2019年も地区優勝したチームなんですけれども、戦力面から考えて、おそらく今シーズンも強いだろうと個人的には考えていました。特にですね、先発陣が非常に強くてですね、マイク・ソロカ、マックス・フリード、マイク・フォルティネビッチ、それからベテランのコール・ハメルズと先発陣が非常に充実していますし、また打線もですね、ドナルドソンは抜けてしまいましたが、FA でマーセル・オズーナを加えて、十分破壊力のあるチームだと考えていましたので、順当に行けばブレイブスの地区優勝かなと考えていました。で、2位メッツはかなり希望込みで予想してみました。昨年メッツは活躍を期待して獲得したベテラン選手たちがほとんど機能しなかったにもかかわらず、シーズン86勝を挙げましたので、このベテラン選手たちが機能すれば意外といいところまで行くんじゃないのかなと思いまして、メッツの2位予想としましたが、ただナショナルズ、フィリーズと共に戦力面ではそこまで大きな差はないと考えていましたので、メッツ、ナショナルズ、フィリーズあたりで結構プレーオフ争いバチバチにやっていくんじゃないのかなと思ってましたね。ナショナルズは昨年世界一になって、でレンドーンは抜けてしまいましたが、ストラスバーグは残りましたし、まあ、まだまだですねプレーオフ争いするだけの力はあると思ってましたし、フィリーズについても同様で、もともとそれなりの戦力があるところにこのオフ先発補強としてザック・ウィーラーも加えましたので、この3チームがプレーオフ争いして、で場合によってはブレイブスの地区優勝も脅かすような存在になるんじゃないのかなと期待していました。とまあここまで4チームの話ばかりしてきましたが、全く触れていないマーリンズについては、今年も再建頑張ろうと記載した通り、申し訳ないんですが全く今年期待していませんでした。そしたらまさかのこうなってしまいました。まあいろいろと突っ込みたいところはあるんですが、まずブレイブスの地区優勝だけは当たりましたね。ただ開幕前に期待していた先発陣というのが今年は非常に苦しかったですね。エースのソロカが怪我をしてしまって、でフォルティネビッチは開幕1試合に登板しただけで DFA、 ハメルズについては怪我の影響でほとんど投げることができませんでしたので、結果的に当初のローテーションのメンバーで活躍できたのはフリードだけと非常に苦しい状況となりましたが、ただシーズン中トッププロスペクトの一人であるイアン・アンダーソンが昇格してきて、このアンダーソンの活躍は本当に大きかったですね。彼抜きではブレイブスの終盤戦の戦い、それからプレイオフの戦いというところはできなかったんじゃないのかなと思いますね。で、先発陣がそういった状況でしたが、今年は本当に打線がブレイブス良かったですね。獲得してきたオズーナが期待以上の成績を残しましたし、またフリーマンについても MVP クラスの成績を残しまして、打線の破壊力というのはプレイオフでも遺憾なく発揮されていましたよね。NLCS では世界一となったドジャースをあと一歩のところまで追い詰めることができましたし、その強さは本物だったと言えるんじゃないでしょうか。そして2位がまさかのマーリンズという誰も予想できない展開となりましたよね。いや、再建頑張ろうとは言いましたが、まさかここまで頑張るとは思いませんでした。マーリンズはシーズン序盤クラスターが発生して、開幕メンバーの多くの選手がプレーできない状態になって、本当に寄せ集めのようなメンバーで戦っていた時期もあったんですけれども、そんなチームが予想外の快進撃を見せまして、でシーズン途中にはトッププロスペクトのシクスト・サンチェスを昇格させたり、トレードデッドラインにはスターリング・マーテを獲得したり、必要な場面で適切な行動を打った結果、2003年以来17年ぶりのプレーオフ進出となりましたね。いや、今年のマーリンズ本当にお見事だったと思います。そしてプレーオフ争いに加わってくるだろうと予想したフィリーズ、メッツ、それからナショナルズの3チームは見事にポストシーズンを逃す結果となってしまいました。まあ、フィリーズとメッツについてはなかなか歯車が噛み合わないと言いますか、今年もシーズン負け越しとなってしまいましたので、この60試合のシーズンでもなかなか思うようにいかないなと思いましたね。で、昨年世界一のナショナルズがまさかの最下位というのはちょっと意外でしたね。まあ、ストラスバーグは残りましたが、そのストラスバーグは怪我をしてしまって今シーズンほとんど投げることができませんでしたし、で打線も序盤にフアン・ソトが開幕戦当日にコロナ陽性反応が出るなど、いろいろと計算外のことは多かったと思いますが、まさか世界一の翌年に最下位まで転落するとはといった感じですね。
まあ、東地区に関してはマーリンズの躍進とナショナルズの不振というちょっと予想できなかった事態のおかげで順位予想はほとんど当たらない結果となってしまいました。では続いて中地区を見ていきたいなと思います。中地区の順位予想はこちらの通りとなっていまして、地区優勝はレッズ、2位下がカージナルス、カブス、ブルワーズ、そしてパイレーツの順で予想しました。ただこの地区上位4チームの実力が非常に拮抗していますので、1位から4位までこの順番で予想はしましたが、ただ終盤までかなりもつれるんじゃないのかなと思っていました。で、地区優勝に挙げたレッズはこのオフ、カスティアノスやムスタカスなど積極的な補強に動きまして、この順位予想をした時点で162試合やる前提で考えていたんですが、昨年比プラス10勝ぐらいはいけるんじゃないのかなと期待していました。で、レッズ以外の3球団、カージナルス、カブス、それからブルワーズについては、オフの間に主力選手が抜けてしまった穴がどう響いてくるか次第かなと思っていました。カージナルスについてはオズーナ、カブスについてはカスティアノス、そしてブルワーズについてはグランダルをこのオフそれぞれ失いまして、この穴が結構響いてくるのかなと考えていました。で、最下位パイレーツについては再建中ですので、上位チームの実力が拮抗している中地区とはいえ、まだまだプレーオフ争いに加わってくるのは厳しいかなと予想しました。そして結果こうなりましたが、2位カージナルス、4位ブルワーズ、そして5位パイレーツと3球団の順位を当てることができましたが、肝心の地区優勝を外してしまいましたね。NL 中地区は4チームがプレーオフに進出したんですけれども、まあ、実際予想通り4球団の争いというのは非常に拮抗していまして、最後まで僅差のレースとなったんですが、この4球団に共通して言えることが打線があまり振るわなかったんですね。で、その中でも投打のバランスが比較的マシだったカブスが今季地区優勝を果たしたと。カブスといえば投手陣では皆さんご存知の通りダルビッシュ選手が今季サイヤング賞クラスの成績を残しまして投手陣を牽引、途中7先発7連勝を挙げるなどチームを勝利に導くピッチングが光りましたね。打線の方はバイエズやリゾー、それからブライアントといった主力選手が軒並み不調で攻撃陣は苦しかったんですけれども、そんな中でもイアンハップの活躍やまたジェイソンヘイワードの復活というところがチームの攻撃陣を支えましたね。で、2位は予想通りカージナルスとなったんですが、ただカージナルスは戦力がどうこうという以前にシーズン途中にクラスターが発生して終盤戦はダブルヘッダーが相次いで組まれるなど非常に厳しい日程の中で戦わざるを得なくて、で、そんな中でも踏ん張っての2位ですから、これは本当に価値のある2位なんじゃないのかなと思っています。で、3位レッズ、4位ブルワーズ。レッズに関しては今年バウアーがサイヤング賞クラスの1年を送りまして、バウアー以外にもカスティーヨ、マーリー、そしてグレイと先発陣の活躍というところが非常に光った1年となりましたね。ただ打線の方は新加入のカスティアノスやムスタカスといった選手たち、まあ、それなりの成績は残したんですが、打者有利の本拠地と考えますとちょっと寂しい成績かなと思いますし、また昨年49ホーマーを放ったスワレスも今年はそこまで打つことができませんでしたね。なのでレッズに関してはちょっと攻撃陣が今年は足を引っ張ってしまったという形になりますね。プレイオフではブレイブスと戦って2試合とも投手陣が割と踏ん張ってはいたんですけれども、打線が1点も奪えない有様でしたので、この攻撃陣は来年なんとかしないといけないのかなと思いましたね。で、ブルワーズに関してはグランダルの穴が動向以前にまさかの主砲イエリッチが大不振に陥るなど、1年間を通して打線に関しては解決策が見えませんでしたね。ただ投手陣の方が割と頑張りまして、先発ではコルビン・バーンズがブレイクの1年となりましたし、またリリーフの方では新人王投票でもトップ3に入っているデビン・ウィリアムス、彼らの活躍というところは非常に印象的な1年となりましたね。そして最下位は予想通りパイレーツ。こちらはマーリンズのようなサプライズとはなりませんでした。来季のドラフト全体1位指名権をゲットしましたので、これを使って未来の主力選手をぜひ獲得したいですね。はい、では最後は西地区を見ていきたいなと思います。西地区の予想はこちらの通りとなっていまして、地区優勝はドジャース、そして2位以下がダイヤモンドバックス、パドレス、ロッキーズ、そしてジャイアンツと予想しました。ドジャースの地区優勝に関してはまあこれはもう固いかなと考えていまして、もともと戦力面でズバ抜けているところに今年レッドソックスからベッツを獲得しましたし、まあ順当にいけば地区優勝かなと考えていました。で、2位がダイヤモンドバックス、 FA でマディソン・バンガーナを獲得し、さらにトレードではパイレーツからスターリング・マーテを獲得するなどしっかりと補強にも動きましたので、昨年 MVP 候補にも成長したケテル・マーテとともに、まあなんとかドジャースを脅かすような存在になってくれないかなと期待していました。で、3位がパドレス。まあここ数年勝負期を迎えているパドレスですけれども、そろそろ頑張ってほしいなと思って3位としました。で、4位ロッキーズ、そして最下位はジャイアンツと予想していましたが、まあ、正直この2チームについてはちょっと順番はわからないんですが、ただロッキーズに関しては投手陣で、ジャイアンツに関しては高
齢化するベテランの野手陣がちょっとネックになってくるかなと思って、この地区での上位進出は厳しいのかなと予想していました。そして実際の結果がこちらとなります。順位が的中したのはドジャースとロッキーズだけでしたね。まあドジャースの地区優勝に関しては本当に予想通りと言いますか、圧倒的な戦力を武器に地区8連覇となりましたね。ベッツの加入はドジャースにとっても本当に大きくて、プレイオフでもベッツの存在というのは非常に際立っていましたし、彼がまさに世界一へのラストピースとなりましたね。で、2位がパドレス。こちらはトレードデッドラインでの積極的な補強が功を奏しましたね。開幕からタティスジュニアやマチャドといった選手たちが期待以上の成績を残しまして、で、さらに今年不良再建と化していたマイヤーズやホズマーといった選手たちがまさかの大復活を遂げまして、で、さらにレイズから獲得したクロネンワースが新人王筆頭候補の活躍を見せるなど、今年のパドレス打線めちゃくちゃ豪華だなという印象を持ちましたね。9月ぐらいのどこかの試合で、パドレスの1番から8番のバッター全員 OPS が9割以上の成績を残していたこともあったかなと記憶しています。まあこれだけ補強してもドジャースの壁は破れないのかとは思いましたけどね。そして3位はまさかのジャイアンツ。個人的にはあまり期待はしていなかったチームなんですが、ただこのチーム上位打線が今年非常に良かったですよね。ヤストレムスキー、ソラーノ、そしてフローレスといったもともと格安で連れてきた選手たちが見事に主力選手に化けましたし、また高齢のベテラン野手についてもブランドンベルトやブランドンクロフォードが今年かなり持ち直しましたので、今年のジャイアンツ攻撃陣が非常に頑張っていたなという印象があります。プレイオフまであと一歩というところまで行きましたし、投手陣がもう少し整備されれば来年も期待できるチームかもしれませんね。そして4位は予想通りロッキーズ。まあ、案の定投手陣があまり良くなかったというところもありますが、今年は打線もあまり良くなかったですね。特に毎年安定した成績を残すノーラン・アレナドが、今年は OPS7 割台前半と、あまりらしくない1年となってしまいましたけれども、まあ、この60試合シーズンの難しさというところが、このアレナドのパフォーマンスにも出てしまったのかなと思いましたね。で、最下位は個人的に2位予想したダイヤモンドバックス。まあ、FA で獲得したバンガーナーがほとんど活躍することができず、その代わりにザック・ガレンが毎試合のように高騰しながらも、勝ち星に恵まれなかったりと、チームは序盤から低迷してしまって、で、結局トレードデッドラインでパイレーツから獲得したばかりのマーテをトレードしてしまうなど、これからまたチーム作りの方をやり直していかなければいけませんね。ということで、ここまで NL の順位予想の答え合わせをやってきましたが、NL の順位予想の的中は6球団と、30球団中8球団しか順位を的中することが今回できませんでした。まあ、AL と比べて NL の方が順位の的中はできたんですが、それでもちょっと予想としては微妙だったかなというところが個人的な感想ですね。来年もおそらく順位予想の方をやっていくと思うんですが、来年はもう少し的中率を上げたいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。Thank you.